だからもうちょっと少ないかもしれないよね、最近。何キロだった？6950。本当だ、安かったね。ごめんね、ちょっと声つけさせてくれる？怖い。怖いよね、これつけたら。怖いよね。ちゃんだよ。急にかぶって。先生のこと気になって。ごめんね。ちょっともう一個つけさせて、そういうことを言っちゃダメだよね。ね。お家では言わないんですか、これ言うっていうのは。よそうしては言いますけど。お家の人には言わない。大しかいないですけど。先生のこと気になって。だからこう嫌いなんだよね。いやでも。で後でご褒美をあげますからね。はい、朝ごはん持って見えた。はい。にしてくださいか。どんなもん食べてますか。今日の絶食で機嫌が悪いですよね。普通いつもだったら朝何時に食べるんですか。朝8時半。8時半。8時半。だから遅くなってる。6時半決めて。もう今日は俺してたのが大変。どうせ今日は食えないんだろう。ドライドが、はい、これをいつも何で55ぐらい。今日ちょっと60ぐらい入ってるんです。あ、本当、はい、ライフとかっていうのもあれなんですけど、勧められて、すごい講習は必要なんですか、調べたら。言わない。いいじゃん、これ嫌いに。でもさ、再建するまでにちょっと見られないから。いいよ、大丈夫、大丈夫。猫ちゃん、お座り。今お座りは今お座り。お座り。あ、リコちゃん。お座り。リコちゃん。リコちゃん。リコちゃん。ね、あそこリコ。お座り。お座り。ね。声かけとってください。はい。安心するから。リコ。出前ちょっとこれ、このぐらいにしとこうか。リコさん。はい。上手。上手。で、ちょっとこうやって顔をさっと持ち上げて。はい。いいよ。あ、ここも、ここね。リコちゃん。いるよ、お母さんいるよ。大丈夫だよ。ここもリコだよ、リコだよ。顔曲がってる。ほらほら、大丈夫、大丈夫。ね。これぐらい。今の手ちょっと持つ。ニコルー。ニコちゃん。お利口さん。もう終わる。カラーの外からでいいから、ちょっと顔がまっすぐになるようにしてください。そうそう、そんな感じ、そんな感じです、そんな感じです、はい、そうすると血管の位置が出てくるから。ニコちゃん、はい、ニコちゃん声かけてください。ニコル、ニコル、ニコちゃんごめんね、後でご飯食べようね。ご飯食べようね。ニコル、カチカチカチ、はい、お菓子も食べるよ、ね、ニコル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 、ニコちゃん、よし、ニコちゃん、ニコ、こっちは、ニコル、こっち、お母さん、ニコル、あ、そうそうそう、リコちゃんにしたってね。あと少しだよ、ニコル。はい、頑張れ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 、ニコル、ニコル、頑張れよ、よし、難しいね。それじゃあね、ちょっと待ち合いで待っとってください。はい、で、私たち2人で撮りますから。で、血液取れたらお呼びしますんで、はい、ちょっと待ち合いで待ってもらって、ちょっとカーテンしてみてください。頑張ってよ。はい、ごめんね、すいません。はい、きれいです、かわいい。
もう一回だけ、ダメだったら手からいきます。これで病院の電話。病院の。はい、どうぞ。いいよ。はい。はいはいはい。あっという間に取れたんですけど。ちょっと抱っこしちゃったけど、ちょっともう寒いから。だ、あ、抱っこじゃない。テーブルで乗せてください。それでね、ここをちょっと押さえたいんだよね。首をね、この辺をね、もう手のひらで全体的にちょっと押さえ取ってもらっていいですか。はい。あ、違います。ここですね。そうです。そう。首は締めたらダメですよ。こっち側は締めないで、ここだけね。首締めちゃった。あ、手を取りました。お利口でした。よかったね、ニコル。だから。頑張った。で、この血液はちょっと調べますけど。はい。はい、ちゃんと取れてますからね、調べれるんですけど、この場では結果が出ません、はい、で検査センターに送りますんで、そうするとまあ1週間ぐらいかかるかな、そういう左屋の検査だけじゃなくてこの子の体の中のこと全部わかりますから、はい、それをお話しますね。ご飯食べる？食べるね。あげて。わかったね。じゃん、これだね。食べる。8時半の離婚宣言に行って、うん、じゃーん、いいじゃん。ただこれ外さない方がいいか。もうちょっと待って。はい、じゃあ、田舎しゅった、ね、田舎しゅった、ペコペコだね。ペコペコです。私の手からもやらさせてください。ちょっと絶対嫌われてるからさ。じゃあ美味しい？美味しい？美味しいね。美味しいね。あと先生からもらおうか。食べる。食べてない。はい、どうぞ。考えたね。食べるときはうって言わない。考えたね、少し。